こんにちは、長澤淳です。おかげさまで、皆様の励まし、仲間の思いやりとか、家族の愛情とかなどなどで風邪が治りました。ただちょっとまだ声がね、あんだけ咳をね、一週間以上もやってれば枯れますね。さて、ところで元気になればすぐお仕事ということで、今日は今稲毛から疲労の長澤企画会社に来ました。で、皆さんもこういうことってありません？もう古いもんだから捨てちゃえばいいんだけども、捨てるのも惜しいし、取っとくと邪魔になるし、捨てたくないしっていう、そういう代物がですね、出てきたんですよ。事務所の倉庫を掃除しましたら、よっ、これはこれはアルトサックスのハードケースです。これ結構あちこち行ってましてですね、どのぐらい古いかっていうと、例えばこの飛行機のこれ、これなんぞは東亜航空、古い JAL、 それからこれ全日空なんですけど、こんなのも貴重品ですね。それとかこんなのもあったんですね。これは鹿児島行きだそう。手書きですよ、日本航空で。ねえ、まあ、周りは捨てろって言うんだけども、でも捨てるのも惜しいなぁという悩んでるものでございます。まあでも捨てます。捨ててまた気分転換で、思い出はブログの方に残しておいたり、自分の心の中に止めておくのも、これも一つのロマンかもわかりませんね。さあ、これから急にまた気候が変わってて、今日も快適な天気ですけども、寒さがやってきます。皆さんも僕のように風邪をひかないようにしてくださいね。ありがとう。